エドワード・ルーカス、エドワード・ルーカス、ウィンチェスター・カレッジ、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスで教育を受ける。ルーカスは、クラックフのヤギエオ大学でポーランド語を学んだ時期がある。他、ドイツ語、ロシア語、チェコ語、リトアニア語を話すことができる。2021年の時点で、ルーカスは、ヨーロッパ政治研究所のシニアフェローである。またタイムズや、デイリーメールにも寄稿を行っているか 2019年9月から2020年3月までスタンドポイント誌の編集も行っていた。中央から東欧にかけてが専門範囲であり、1986年からこの地域における政治経済安全保障についての執筆や報道、講演活動に携わっている。ルーカスは1988年から2002年にかけて23年もの間、ザ・エコノミストに 外国記者として関わっており、また2017年までシニアエディターも務めていた。1992年に彼が共同創業者として名を連ねたバルティック・インデペンデント社は、1996年にバルティック・オブ・ザーバー社と合併し、バルティック・タイムズが誕生した。ルーカスは最初の妻であるドイツ人のクラウディアとの間に二人の子供を2人目の 妻であるコラムニストのクリスティーナ・オドーネと子供を一人設けている。ルーカスは2014年12月1日、エストニアで最初の電子居住者となった。エキスパーツ。CEPA 2021年4月6日閲覧。エドワード・ルーカス。ザ・タイムズ・ジャーナリスト、ムックラック。m u c k r a c k c o m 2019年10月2日閲覧。 ホープ、クリストファー、スリーインテレクチュアル、マガジン、頭痛、ローン、チアズライト＆センター、リフト、エンゲージ、インバトル・オブ・アイディアズ、ザ・テレグラフ、一瞬、零三、零七から千二百三十五、https、www。テレグラフ、ceo、uk、ポリティックス、二千十九、零九、十四、スリーインテレクチュアル、マガジンズ、ローン、チライト、センター、レフト、エンゲージ。 2019年10月2日、閲覧。フォークス、グイドスタンドポイントエスレーテストエディターアウトアフターシックスマンツ。オーダーオーダー、HTTPS, オーダーオーダードットコム、2020, 04-03スタンドポイントエディターシックスマンツ。2020年4月12日、閲覧。クリスティーナ・オドネザ・ステップマザーズ、サバイバルガイド。ザ・ガーディアン。 2012年2月23日閲覧。ジマー、ベン、ザルーツオブザ、ホワットアバウト、プロイ。ザ・ウォールストリート・ジャーナル、https、wwwwsj.com、アーティクルズ、ザルーツオブザ、ホワットアバウト、プロイ -14 億9700198272017年7月22日閲覧。ありがとうございます。